道路川の流路。道路川流域地図。ドゥエロ川、または道路川は、イベリア半島を流れる重要な川の一つである。スペインのソリア県を水源とし、スペイン北部を流れ、ポルトガルに入り、なおかえ、ポルトから大西洋に注ぐ。全長は 897km であり、ポルトガルを流れている部分においては軽い船なら、航行可能である。 川の名前は、ケルト語で水を意味する DWR から来ていると考えられる。スペインのエストレマドゥーラ自治州や、ポルトガルの伝統的な地域名である、エストレマドゥーラ地方の語源となった河川である。歴史的には、レコンキスタの途上において、アストリアス王国などがこの川より、向こう側の未征服のイスラム勢力の領域のことを、エストレマドゥーラと呼んだことが語源である。 スペインにおいてこの川は、かつてのカスティーリャ王国のメセタを横断する。これは、カスティーリャイレオン州のソリア県、ウルゴス県、バリアドリッド県、サモーラ県、サラマンカ県の5つの県にまたがる。ソリア、トルデシリアス、サモーラなどの都市を流れる。この地域では、大きな支流はあまりない。重要な支流としては、バリアドリッドなどを流れるピスエルガ川がある。この川は、 道路川の二番目に大きな支流である。この地域の沿岸では小麦やワイン用のブドウの栽培、羊の放牧などが行われている。途中112キロメートルはスペインとポルトガルの国境線の一部を形成する。この近辺では川は狭い谷間を作り、互いの侵入に対する障害となっていた。言語の境界もこの川上にある。この地域は 国際道路自然公園として保護されている。ポルトガルに入ると、あまり大きな都市は通らなくなる。河口にあるポルト扉の場でガイアを除けば大きな街は、ほとんどない。支流も小さいものがほとんどであり、渓谷の中で大きい川に流れ込んでいる。主な支流としては、コア川、タメガ川などがある。どの支流も流れが速く、航行は、不可能である。なお、 2014年現在において最も下流に架けられている橋はアハビダ橋である。ポルトガル国内における道路川沿いのピニャンやサンジョアンダペスケーラなどを中心とする地域の気候はオリーブアーモンドブドウなどの栽培に適している。ポートワインはこの地域のブドウを使って作られる。多国籍のワイン業者が所有するキンタスや農園が川岸に向かって 斜面一面に広がっている様は絵に描いたように美しく観光に訪れる価値がある。川岸に広がるオリーブ畑。伝統的にここで作られたワインは下流に運ばれ、ビラの場でガイアで樽に詰められ地下で貯蔵される。かつてはワインの輸送には平底の船が使われていたが、1950年代から1960年代にかけていくつかのダムが建設されたため、 現在ではタンカートラックによる輸送に切り替えられている。ポルトガル国内に9つあるダムは水量を制御するとともに水力発電により安定した電力を供給している。近年ではポルトから上流の渓谷までの観光ツアーが人気がある。小さいボートを使用してダムの水門を抜けて上流まで走行する。道路川の高低差。ありがとうございます。